飛行日給約8000万円のベンゼマ欧州に帰りたい。現在の状況がこちら。ベンゼマがヨーロッパ復帰を希望、ベンゼマはアルイティハド対談を検討、彼はサウジが最高の場所ではないと認識。ベンゼマは欧州の移籍先を探している。移籍をしたら年俸は10分の1以下、アルイティハドは対談を許可しない予定。マドリーへの扉は閉ざされている。そら年俸10億以下でいいならどこでも欲しいだろうけど、出してくれるかサウジアラビアが、分かってたはずやのに。なんで言ったねん。え、行って帰ってくる往復？Jリーグに来ないか？パリ来るかい？そこオフ用軍にはぴったりですよ。リオンとかでね、ユナイテッドへかもん。マジでプレミアで見てみたい。本人はリーグアンあたりに無難に戻りそうな気もするけど。もう黙ってユナイテッドおいでホイロンの良きてほんとして君臨して。給与負担がどれくらいかにもよるけどローンでホイルンドに教えてほしい感はある。ただそこオフ用マンだからテンハクとは絶対に合わない。やっぱなしか？ファンから先端扱いされて練習サボってサウジ嫌になった感じだからな。マドリーの扉こじ開けろよ。